コビアはアメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻、艦名は温水域に生息する、スギ科スギ属の単一種スギにちなむ。スギコビアは1943年3月17日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港する。11月28日に C.W. マグルーダー夫人によって浸水し、艦長アルバート・イルベッカー少佐の指揮下1944年3月29日に就役する。就役後ニューロンドンを出港したコビアは6月3日に真珠湾に到着する。6月26日、コビアは最初の哨戒で小笠原諸島に向かった。7月6日夜、コビアは北緯28度25分東経151度46分、北緯 28.417 度東経 151.767 度、28.417、151.767 の地点で400トン級特設艦指定を発見し、浮上砲戦で撃沈した。7月9日朝には、北緯24度52分東経141度18分、北緯 24.867 度東経 141.300 度、24.867、141.300 の硫黄島近海で未確認艦船と吹雪型駆逐艦を発見し、魚雷を1本だけ発射したが命中しなかった。7月13日朝、コビアは、北緯27度27分東経140度32分、北緯 27.450 度東経 140.533 度、27.450、140.533 の地点で輸送船団を発見し、魚雷を3本発射。魚雷は海軍徴用船大事丸に1本が命中し、硫黄島行きの第26戦車連隊を輸送中の大事丸は間もなく沈没した。7月18日未明、北緯29度15分東経139度05分、北緯 29.250 度東経 139.083 度、29.250、139.083 の地点で、コビアのレーダーは一つの目標を探知する。接敵の末に魚雷を4本発射し、2本を特設運送船、第10雲海丸に命中させて撃沈した。第10雲海丸は、硫黄島行きの第3714船団から遅れて、追求中だった。プライスからの情報により、第3714船団の本体らしい、目標が東にあることを教えられ、檻からのスコールの中を追跡した。やがて7時頃に、北緯28度40分東経139度25分、北緯 28.667 度東経 139.417 度、28.667、139.417 の地点で、第3714船団に追いついた、コビアは、艦首発射管から魚雷を6本、艦尾発射管から魚雷を4本それぞれ発射し、魚雷は、陸軍輸送船ひで丸の船尾に命中して、搭載していた28両の戦車、兵員の装備品とともに沈んだ。7月20日夜、コビアは、北緯28度06分東経141度32分、北緯 28.100 度東経 141.533 度、28.100、141.533 の地点で3つの目標を探知し、魚雷を2本発射したが命中せず、ついで砲撃戦に移る。そのうちの1隻が衝突しコビアは船体を消波しつつも海軍徴用船第3優先丸と小型輸送船2隻を撃沈した。8月には入るまでの間はピンタドシャーク及びガトーからの船団接触情報に基づいて哨戒を続けるも目標は見当たらなかった。8月5日未明、コビアは北緯27度09分東経142度33分。北緯 27.150 度東経 142.550 度、27.150、142.550 の地点で500トン級哨戒艇を発見し、魚雷を2本発射して1本が命中。この攻撃で海軍徴用船弥生丸を撃沈し、生存者をコビア最初の捕虜とした。8月14日、コビアは49日間の行動を終えて、マジュロに帰投した。9月6日、コビアは2回目の哨戒で、スヌーク及びポンフレットとウルフパックを構成し、ルソン海峡に向かった。9月13日から15日まで、サイパン島、タナパグ湾で補給を行い、9月19日に、哨戒海域に到着。しかし、日本軍機の再三の攻撃に遭い、その度に任務は中断した。10月22日、両艦が撃沈した日本船の2名の生存者、佐藤と寺田を救助する。この哨戒において、攻撃機会は一つもなかった。11月5日、小比谷は57日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。11月30日、小比谷は3回目の哨戒で、アングラーと共に南シナ海へ向かった。12月12日から1945年1月8日までバラバク海峡とその近海で哨戒を行った。1月14日午後、小比谷は北緯05度51分東経103度16分、北緯 5.850 度東経 103.267 度、5.850-103.267 の地点で、不設定油利島を発見し、魚雷を5本発射して1本を、油利島の環境下に命中させて撃沈した。小比谷は戦果を撮影するため浮上したが、日本軍の爆撃機により潜航を強いられる。翌日、いかだで40日間漂流していた日本兵2人を救助した。1月24日、小比谷は54日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。2月18日、小比谷は4回目の哨戒で、カイマンと共に、ジャワ海、南シナ海に向かった。しかし、2月21日夜にエンジンルームで事故が発生し、負傷者が出たため哨戒を中断して、エクスマウス湾に向かう。エクスマウス湾で負傷者を上陸させた後、哨戒を再開。2月26日午後、小比谷は南緯06度07分東経114度06分、南緯 6.117 度東経 114.100 度、-6.117114.100 のジャワ海を航行中に2隻の300トン級海上トラックに遭遇し、砲撃を開始する。2隻は機銃で抵抗し、小比谷はレーダーを損傷。また、機銃装填手のラルフ・クラーク・ヒューストンが被弾して、翌2月27日に戦死し、小比谷乗員で唯一の戦死者となった。2隻を沈め、ヒューストンを南緯06度02分東経114度00分、南緯 6.033 度東経 114.000 度、-6.033-114.000 の地点で水槽に付した後小比谷は、哨戒を中断し、3月4日にフリーマントルに一時、帰投。3月8日まで修理を受け、その後ジャワ海で任務を再開した。3月14日、午後、小比谷は、南緯05度40分東経114度14分、南緯 5.667 度東経 114.233 度、-5.667-114.233 の地点で2隻の小型輸送船を含む5隻の輸送船団を発見し、魚雷を4本発射するも命中した様子はなかった。3月21日にブルネイ及びバヤと合流してウルフパックを構成し、3月24日にはガビナを、3月27日にロックをそれぞれウルフパックに加えてインドシナ半島方面で哨戒を行った。3月30日未明には北緯11度49分東経109度21分、北緯 11.817 度東経 109.350 度、11.817109.350 の地点でセールボートを発見し、魚雷を1本だけ発射したが命中しなかった。4月8日、午後、小比谷は2機の P-38 ライトニングと1機のプビーカタリナが旋回しているのを目撃する。3機の下には、不時着水した陸軍爆撃機のクルー7名がおり、小比谷は7名を救助した。クルーの1人、ジャン・バンダルフは、HBO のバンド・オブ・ブラザースでこの救助について語っている。4月15日、小比谷は51日間の行動を終えて、スービック湾に帰投した。5月9日、小比谷は5回目の哨戒で、タイランド湾に向かった。5月14日、小比谷は、北緯09度53分東経101度44分、北緯 9.883 度東経 101.733 度、9.883-101.733 の地点でハッチェンからシンガポールに向かっていた陸軍輸送船鳥取丸と護衛の敷設艦初鷹を発見した。小檜屋は鳥取丸に向けて魚雷を5本発射したが命中しなかった。小檜屋は旋回が多く先行飛隊には少々難がある海域にもかかわらず先行して飛隊しようとした。そこへ初鷹による爆雷攻撃を受け、魚雷発射管が一部故障し、電気系統にもダメージを受けた。小檜屋は応急修理の後哨戒を続行し、ハンマーヘッドに工事を託した。ハンマーヘッドは翌5月15日未明に鳥取丸を撃沈し、その様子を間接的に観察していた小檜屋は鳥取丸の生存者を救助した。5月30日には北緯10度12分東経99度14分、北緯 10.200 度東経 99.233 度。10.200-99.233 の地点で75トン級ジャンクとトロール船に対して砲撃を行い、ジャンクを撃沈した。6月8日、小檜屋は北緯08度56分東経105度37分、北緯 8.933 度東経 105.617 度、8.933105.617 の地点で3つの目標を探知する。まず艦尾発射管から魚雷を4本。艦首発射管から魚雷を6本それぞれ発射し、最初の目標である1万トン級タンカーに不発の1本を含む3本が命中して撃沈したと判定され、2番目の目標に対しても魚雷を3本発射し、3本すべてが命中して目標は沈没。残る目標に対して魚雷を4本発射したが命中せず、2番目の目標が沈没すると周囲には暗闇が戻ったと記録された。一連の攻撃で特設運送艦白沙を撃沈した。6月18日、小檜屋は40日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投。艦長がフレデリック・エヌルッセル少佐に変わった。7月18日、小檜屋は6回目の哨戒で、南シナ海に向かった。7月27日、小檜屋はジャワ島沿岸に、情報活動部隊を上陸させた後、台湾方面の支援活動に終戦まで従事する。終戦により任務を終えた小檜屋は8月22日にサイパン島へ帰投した。艦尾から見た記念館小檜屋は真珠湾、ニューヨークを経てニューロンドンに凱旋し、1946年5月22日にニューロンドンで予備役となる。1951年7月6日に再就役し、ニューロンドンで予備役兵及び潜水艦学校の訓練生の訓練にあたる。1953年10月29日にポーツマス海軍造船所入りし、オーバーホールの後ニューロンドンに栄光される。1954年3月14日に大西洋予備役艦隊入りする。1959年までに海軍は小檜屋を展開可能な旧指揮官として、ウィスコンシン州ミルウォーキーの海軍予備役センターへ移動させた。続く11年にわたって小檜屋は訓練プラットフォームとして使用された。1962年12月1日にギース -245 へ艦種変更され、1970年7月1日に海軍は小檜屋の除籍を決定した。小檜屋はマニトワックに栄光され、1970年8月17日から潜水艦乗組員のメモリアルとして公開された。1986年にウィスコンシン海事博物館に組み入れられ、アメリカ合衆国国定歴史建造物及びアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。小檜屋はマニトワック川川口に係留され展示されている。小檜屋は常時細かく手入れされ、主エンジンや通信装置、初期型 SJ レーダーを含め、ほとんどの運用システムが良好な状態に保たれている。特にこの初期型 SJ レーダーは、世界で最も古いレーダー装置の一つに分類される。小檜屋の6度の哨戒のうち、第1、第3、第4、第5が成功として記録された。小檜屋は第二次世界大戦の戦功で4個の従軍星章を受章し、The Official Chronology of the US Navy in World War II Chapter 6 1944 ハイパワー2012年4月27日閲覧ではこの特設監視艇の船名を高宮丸愛号とする。ザ・オフィシャル・クロノロジー・オブ・ザ・US ネイビー・イン・ワールド・ウォー、2チャプター6、1944。ハイパワー、2012年4月27日閲覧。では、第三優船丸の他に沈没した艦船の船名を、ナンバー2回を丸及び所影丸とする。ザ・オフィシャル・クロノロジー・オブ・ザ・US ネイビー・イン・ワールド・ウォー、2チャプター7、1945。ハイパワー、2012年4月28日閲覧。では、小型タンカー第22南進丸も撃沈したことになっているが、同船は終戦後にイギリス軍に接収。ありがとうございます。